ボディタンなんだけど、うん、難しいんでしょ。難しい。だけどね、やりたいから、うん、できてるかどうかのチェック方法ってあるのかなと思って。ある。ある、うんとね、うん、あるし、難しいからそのチェックすることを、うん、そう、あのやってもらいたい自ら。何、トール君がボディタンやりたいの？そう。だからそのチェック方法を教えろと。そう。できてるかどうか分かんないから。あ、最近トール君強気なんですよ。そう。そう。OK、じゃあそれやります。平井博明のワンナップゴルフ。これはもう簡単。簡単なの？そう。ボディーターンをやりたいやりたいやってるやってるっていう人にフェード打ってみてって言ったら一発だから。そうなの？そう、ボディーターンできてなかったらフェード打てないから。俺でもグッバイは打てる。あ、フェードじゃない、じゃない、ドスラ。そう、これフェード打とうとしてボディーターンができてたらこれできてないから。そう、ストレートでしょ、ね、そう、かけに行ってストレートってことはクラブが寝てるから。あ、そうなの？そう、垂れてる、こうやって打ってるから今の。なるほど、うん、打ってるっていうかそうやってなっちゃった。うん、真剣にやれよって話だよね。マジでやりに行かないと。くっそ無理やりだね。できてない。もう一回やっていい？こう今みたいにこう体がこうグッと回ってきて、こうフェースがターゲット向いてグッてちょっと遅れながら左に振り抜けてくると、まあちょっと薄いけどフェードが決まりやすくなってくる。そう、あれが例えばドローをいっぱい打ってたりとか、クラブをこう遅らせるって思ってて寝てたりとか、体が止まっちゃってるとかだと捕まっちゃうの。そう、そうすると、まあ、ダブルフックって言って左に出てそっからまたドローしちゃうとか、そういう逆球っていうのが出やすくなっちゃう。ボディターンで打ちたいな、打ってるなっていう人はたまにフェードを無理やりスライスでもいいから打ってみた方がいい。でボディターンのチェック、その時は大げさにやった方がいい。こういうふうに大げさにスライス目に打つ。こういうふうに、そう、今のはかかんないからもうやけになってかけたね。うん、そう、ああいう風にこう無理やりでもいいんでかけに行った。そう、そうすると嫌でもグーングーンって左に回りたくなってくるのね。とにかく左に回れなかったらフェードは打てないから。よく左に振り抜くとか、こう左に振れとか言うけど、それ体回ってなかったらただのチーピンとか引っ掛けとか逆球になっちゃうし、ただ左に振ってもダメだから、体と同調して左に振れなかったらパワーフェードとかいいフェードとかスライスっていうのは打てない。スピード速いの？速い速い速い。ドローの方が遅いから。ドローはいくらゆっくりでも打てるから。フェードは切る回転、スピンを加えられなかったら打てない。飛ばなくていいんだったらゆっくりでももちろん打てるんだけど、そう、ドローは球を捕まえてボンって飛ばすから、ある程度ゆっくりで大きくボーンって動いてもこうある程度飛んでいくのよ。でもフェードはそれはできない。こうやってこうちょっとこう歯切れのいいというか。え、でも置きに行くときはフェードなんでしょ？フェード、置きに行ったっていうのはその球のことを言ってるからスイングじゃないから。そうなの？そうそうそう、球を置きに行ってるだけだから。両方置きに行くよ。うん、球もスイングも。全然飛ばない。あ、緩くなっちゃうから。そう、球だけ置きに行くよ。あれいいね。そういうことなんです。そう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 。まあもちろんイメージの問題なんで逆の人もいるかもしれない。あ、はいはい、うん、
ただ平井の場合はそういうイメージじゃないと打てない。そうなんだ、うん、じゃあ置きに行ったら楽じゃないんだ。楽じゃない、楽、うん、そう、楽して置きに行ってはないかもしれない。ドロップしてもいい、よくて置きに行くんだったらドローの方が全然置きに楽だから。めっちゃいいでしょ、あれスイング楽そうでしょ、でめちゃくちゃ飛んでるじゃない、そう。でもあれが試合でちょっとでもグリップ力んだらパッキューンくるから、だからできない。それが難しいんだ。そう、練習場だからっていう限定、限定好きでしょみんなそう、あれだったら、そう、あれだったらこうやって話してて、話し終わった後も、そう、全然打てる。何それ、全然打てる。じゃあ挟んでフェードいくよこれ完璧だよね、うん、だんだん動いてきたから体そう、そう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 、プロの置きに行くってやっぱあれなんだ、レベルが高いんだね、その置きに行くレベルを。ああ、そうかもしれないね、うん、楽してるわけじゃないんだ。楽してるわけじゃない、しっかり振ってる、しっかりやることやってる。置きに行くってそっか、スイングを置きに行ってるんじゃなくてボールを置きに行ってるんだ。そう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 、何も緩めて楽してっていう意味合いじゃない。じゃない。そう、確実に平面にヒットする方法を全力で打ってるだけだから。コントロール重視で思いっきり打ってんだ。そう。まあ、むずいじゃんそれ。だそれの一つがタイガーのスティンガーだから。あれなんか多分、うん、ここムキムキって言ってるよインパクトの時。それぐらいこうカッカッって打ってるから。まあ、ノックダウンショットとか言うんだけど。一番その精度が高くなるというかコントロールを重視してる。そう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 。一番確率の高いショットを打ってるから。フェアウェイヒットの。俺の認識が違った言葉の、じゃあ、本当そういうことなんだ。そう、世間でゴルフ以外に置きに行くって言ったらそういうなんかちょっとこう余裕を持った感じっていう、うん、余裕を持った感じでフェードが打てるんだったらその人は余裕を持った感じで打つだろうけど、平井の場合はそれができないから。変な話、どんなショットでも力感はあんまり変わんないんだよね。飛ばしに行くか限界で終わらしとくかっていう、はいはいはい、そうで限界で終わらしとく中の普通のショットと置きに行くショットがあるような感じなんでね、とりあえずいやここはって言ってパンって打つっていう感じじゃない。自分の距離を打ちながら確実性を持ったショットを打つ一発っていうかね、ショットっていうか。いつもボディターンだとなんていうの、すげえ早く体を回さなきゃいけない感じになるの。そう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 、プラスクラブの同調だから振り遅れやすいから、だから緩んでらんないっていう。でもそのスライス回転って確実にスピンが入るから、チーピンとかドロップとか変な球が出づらいっていう面で置きに行くショットに選ばれることが多い。ピックイコール楽ではないってことね。そう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 。手打ちでさ、フェードって言ってないじゃん。打てんでしょ、どうせ。コントロールが効かないかもね。コントロールが効かないかもね。でも今ので勉強したから完璧なフェード打っていい？パーフェクトでしょ。手打ちの方が楽なんでしょ。そう、意味ない解説していい一発目登録に打ってるでしょ、どうせ打ってるでしょって言われて、ちょっとスライスが多くかかったじゃない、うん、一発目はこうやって構えたの、まっすぐ、正直に。二発目は同じ動きでこうやって構えたの、うん、そう、それで度合いをちっちゃくしただけ。そうだから2回目その手応えだったら俺はもう打てると思ったからフェースをちょっと閉じてじゃあ2回目完璧に打つねって完璧に打ったわけ。そういうこと。そう、そんなもんだからゴルフってだからそこを感じれてるってことじゃない。あ、そうだね、さすがだよねそう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 。あ、うんと1球目は正直言うよ、キラリンだから。あ、そう。そう、手打ちでパンってやって負けてクリンってなってペラーンって大きいスライスになったじゃん。だから負けないようにしてちょっとこうやってグリップをして、そうで、ちょっとフェースをこうやってやってキラリンがしないようにしてるこうやって、だから練習が必要っていうことなんだよね。そう、ああいうのをどうやって自分が対処してるかっていう、うん、
そのためにはそうなってるって自分で感じなきゃいけない。そう、感じなきゃいけない。そう、わからない。だからボディーターンができてるかできてないかは、じゃあフェードを打ってみてとか、じゃあ自分でフェード打ってみようとかってやれば答えがはっきりわかりやすい。そう。グッパイじゃダメなのね。ダメ。引っ張れてるかどうか、自分のターゲットラインがゼロだとしたら、マイナスにちょっとでも出せてなかったらボディーターンはノー、できてない。え、じゃあプロはほとんどできてるんだ。だってできてる、できてる。置きに行くんだもんね。そう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 。フェードで置きに行かない人もいて、そのタイガーみたいにこうノックダウンショットでスティンガーでこう打つようにして置きに行く人ももちろんいるけど、スライスとかフェード系で置きに行く場合は絶対マイナス出すから。そっか、じゃないと行きたいところに行かないもん。そう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 。言っとくけど、まっすぐのターゲットラインをこっちに構えるじゃない、うん、こっちに構えて、こっちに出して、プラスに出してスライスでフェアウェイ真ん中行ったとしても、それはもうただのスライスだから。そうだよね。そう、距離は落ちるから。そうか、自分でこっちに出すから、うん、すげえ打たないといけないんだ。そう、だからより回転が必要でしょ。そうだね。そうで、回転こうやって曲げて戻しておかないと。そうそうそう。だから余計さ、この回転が必要になってくるじゃない。そう。でもさ、開いてたらさ飛ばないじゃない、捕まえられないでしょ。だから回転が速くなるのにクラブを追いついてこさせなきゃいけないじゃない。だから楽できない。だから結構、だからフェード勘違いしてる方結構多い。右に曲がりやっていう感じじゃないから。ドローの方が簡単だから。あのあれだね、距離を落とさないっていうのがめっちゃ難しい。ああ、そう、そこポイントかもね、フェードのね。距離落としたらいくらだって言ってる。いくらだって言ってる。いくらだって言ってる。本当に、だってこんな距離落としていいんだったら、こうでいくらでも打てる、こんなの。あんなのもう飯食ってたってできる。確かに、遊びの感じね。そう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 。ドローだって限度知らないよって言うんだったら、こうでいくらでも打てる、あんなの。こうやって。そう。アイアンで打ってるみたいな。ね。そう。あんなのはもう度合い関係ないんだったらいくらでも打てる。そう、あの幅にってなった時に、うー怖いってなる。あ、そうなんだ。そう。で、ドローの方が調整しにくいんだ、フックのが。しづらいな、スピンが少ないから。あ、スピンが多ければ多いほどコントロールはできやすい、しやすい。逆を言えば、コントロールしたかったらスピン量の多いクラブを打った方がいい、飛ばないクラブ。でも飛ぶクラブってスピンが少ないんだよねって言われてるんだね。だから今のヘッドロースピン。そうだよね。そう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 。だから逆行してんだけどね、コントロールとは。だから難しいの、今のドライバーって。その辺がはっきり分かってくるだけでゴルフ変わります、はい。で、今回はですね、ボディーターンのチェック方法ですね、まあ、最近本当ボディーターン多いんで、どうしたら自分ができてるかできてないかの判断がつくかっていう動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。